山陽工業公式 TV かがチャンネル。喋れば喋ったって喋られるし、喋れば喋ねーって喋られるし、喋っても喋れても喋られるんだか、喋った方がいい。はい、どうもどうも、かがっちでーす。さとっちでーす。はい、今回も始まりました、かがっちチャンネル第3弾3回になります。ところで、冒頭の秋田弁は早口言葉ですか？早口言葉です。聞いたことある方いないね。分かった？この方です。本当かな？ちなみに何を喋っていたかというと、喋るはきっとみんな分かるよね。喋れば喋ったって喋られるし、喋れば喋んねって喋られるし、まあ、喋ったら喋ったって言われるし、喋なかったら喋なかったって言われるから、喋っても喋なくても喋られるんだったら、言われるんだったら喋った方がいいよねっていう、うんうん、そうだよね。実際ね、喋っても喋んなくても言われるんだったら、はい、喋った方がいいよね。そうですね。はい、なのでみんな喋りましょう、はい、何をって感じだけどね、はい、うん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 、はい、ということで今回は、前回もお知らせしたように8体のね、総まとめのような動画をお送りしていきたいと思います。本日は8体明けの火曜日です。昨日はね、本当は収録しようと思ったんですけども、かがっちがちょっと死んでたんで、本当は泊まって帰ってこれれば一番いいんだけども、8体って終わるのが遅いからね、はい、なんだけども、まあ月曜日からお仕事を通常通り始まるので、ゴールが終わってから帰ってきて、まあちょっと元気になった火曜日に収録を行っています。で、今回の8体はね、とっても見どころもあったし、昨日ちょろっと説明したもんね、はい、こんな展開だったよみたいな、すごい波乱もあったしね、どもやまやもあったかもしれませんが、まあとても楽しく、なんか思い出というか記憶に残るような8体だったんじゃないかなと思います。で、山陽のチーム、今回、第1回目の動画で説明したようにウィルレスさんとコラボのチームだったんですけども、まあ結果は残念ながらマシントラブルで走れなくなり、最後のね何分かチェックを受けるために柳川さんが出動をしてっていう感じで8体を終えました。とはいえ予選は11位で通過して、お、そう、すごいすごいよね、すごい。決勝の初め1時間とかはもう8番とか7番とか、もう、ね、上位のところを走っていて、もうね気が気じゃなかった、うん、今何番だろうみたいなっていう感じで、結構ドキドキな感じだったんだよ。期待がね、はい、それもちょっと残念でしたけども、でもそれでもいろんな方に応援もしていただいて、声もかけていただいて、とっても嬉しかったです。改めてたくさんの応援ありがとうございました。ではでは、ということで早速8体の動画に入っていくんですけども、今回、8体の動画1回で終わらせようかなと思ってたんですけど、ちょっと作ってみないとどんな感じになるか分かんないので、とりあえずは第1弾ということでお送りしていきたいなと思います。写真が結構多いので写真メインになるかもしれませんが、まあ、ちょいちょい口頭でも説明を入れながらお送りしていきたいと思いますので、ぜひゆっくりとお付き合いください。それでは早速どうぞ。はい、それでは早速、スライドショーにしながら写真を流して、紹介していきたいと思います。まずはね、今回かがっちが泊めてたのは E パドックというパドックで、この写真のところはね、朝だね、着いて到着してピットに向かっているところです。暑かったよね、ほんと暑かった。さあ、続いての写真もピットに向かっているところの様子だね。ちょいちょい風景の写真も撮ろうと試みて、いろんなところで撮ってきたんですけど、このスライドショーに流しきれないやつは、元のかがっちブログ、もしくは山陽工業の公式 Facebook に投稿しますので、まとめてね、ぜひ見てください。さあ、続いて、今回はピットの様子をお届けしようかなということで、こちらはピットから見たホームストレートの方かな。鈴鹿サーキットっていう看板が見えてると思うんですが、これはね、ピットを背にしてミニカーを見た感じだね。で、この後、こっちが左側。左側を見ると観覧車が見えます。観覧車の方が最終コーナー。で、これ1枚目の写真でもあった、1枚目というか、ピットから見た右手をアップにした写真ですね。
もう電光掲示板に鈴鹿八体っていうマークも出て、これが出るとね、すごい八体っていう感じの、なんだろう、実感がすごく湧くというか、ついつい写真を撮りたくなるポイントの一つでもあります。そしてこちらがピット、パドックの方から見たピット、今回、KRP 山陽工業&ウィズレイズ RSE 等の、ピットは27番でした。でピットの中は山陽のパーテーションだとかテントとかグッズとウィズレイズさんのグッズとを一緒に使って作り上げてました。ピットはね、ブログでも紹介してたようにチームの拠点となるような場所で、ここの27番ピット、もともと物は何もなくてガラーンとしたただのコンクリートの場所なんですけども、ここに、下にね、いろいろ引いたりテント立てたり椅子を置いたりしてレースができるようなチームの拠点を作り上げていきます。で伊藤さん、ちょっとこれね明るく撮りすぎて後で直したんですけど、まだまだちょっと明るいよね。ピットではコース側にバイクくんが置いてあって、バイクくんのお部屋みたいになっていて、そこでメカニックさんたちがバイクくんを最終の調整をしたりメンテナンスしたりいろいろと作業をしているスペースになります。でピットオープンの時はこの辺も見えるから、バイクくんの下に敷いてある緑と黒のマットはいつも通り3番の緑と黒のなんていうんだろうね、こう敷くやつでこうパチパチはめてって3という数字をね、マシンナンバーの3を作り上げていました。これはピットロードからちょっと透明なところから全体像を撮ったピットの中の様子です。この風景は結構カガチが好きな風景になります。レースしてるなという感じにもなるしね。ピットの、バイクくんの後ろにパーテーションが貼らされてて、ここに椅子とかも置いてあって、ライダーさんが出動する前はここで待機をして、いざ行くよっていう時にヘルメットかぶってゴーするっていう感じになっています。そうで、これが出動するところね、岩戸さんかな、これマークだね、出動するタイミングですっていう感じで、ちょっと説明を加えながら写真を紹介してきましたが、まだもうちょっとあるので載せれる限りちょっとスライドショーでババーっと紹介していきたいなと思うので、ちょっと見てください。という感じで、スライドショーをお送りしましたが、ね、続きましては、ピットの中で、タイヤ交換 と、ガソリンを給油する練習をしているところも撮影してきたので、そこもちょっと動画で載せていこうかなと思います。ここの作業は8体のレースの最中にピットに戻ってきてタイヤを交換してガソリンを給油していかに早くコースに戻れるか重要なポイントになるところだと思うので、各チームもたくさん練習していると思うんですが、最後のチームでも練習を行っていたので、ぜひその様子見てみてください。皆様いかがだったでしょうか。今回は、冒頭でも説明したように、もしかしたら何回かに分けて動画にするかもと言ってましたが、やっぱりちょっと長くなりすぎるので今回が第1弾で、次回その次って第3弾ぐらいまでかな、続けてやっていこうと思います。はい、で今回はピットの様子と鈴鹿の写真をちょこっと紹介しましたが、どうだった？動画だとすごい臨場感もあって、バイクがどんな風に整備されてるのかとかも見られて、実際に行ってみたくなりました。今回里地は来れなかったんですけども、来年
の8台かな、はい、には来てくれるかもしれないので、もし見かけたらその時はね声をかけてもらえたら嬉しいです。ということで次回も8台の動画をお送りしていきます。また写真と動画を組み合わせてお送りしていこうと思うので、ぜひぜひ次回も覗いてくれたら嬉しいです。それではこちらにチャンネル登録といいねボタン、よかったらよろしくお願いします。お願いします。では今回はこの辺で、ダバーマンツねー、ごきげんよう。